ゆうか、これ誕生日のプレゼント。わあ、ありがとう。これってペアリング？ああ、離れててもこの指輪見るとゆうかのこと思い出せるから。すっごく嬉しい。これからずっとこの指輪つけるから。今回は今注目されているブレイキングダウンの発起人であり、総合格闘家の朝倉未来さんが過去に交際していたとの噂がある女性を6名ご紹介します。まずは元グラビアアイドルで現在はタレントや女優として活動している小倉優香さんです。ねえねえ、朝倉未来と小倉優香の熱愛報道見た？めちゃくちゃびっくりなんだけど。ああ、あの二人ね、あそこは前から付き合ってるって噂があったよ。へえ、そうなの？知らなかった。なんで噂になってたの？だってお互いの SNS ですっごい匂わせ投稿してたもん。2020年1月に週刊誌にて熱愛を報道された朝倉未来さんと小倉優香さんに驚いた視聴者も多かったようですが、実はこの二人の交際はファンの中では有名な噂だったようです。今日は料理をしていきたいと思います。あれ、ここのキッチンどっかで見たことあるような。わかった、ここ朝倉未来の家だ。この前撮影で映ってた。ってことはここって付き合ってんの？このように朝倉未来さんと小倉優香さんはそれぞれの SNS で同じキッチンを使っていたと思われる投稿を行っていたのです。優香、これ誕生日のプレゼント。わあ、ありがとう。これってペアリング？ああ、離れててもこの指輪見ると優香のこと思い出せるから。すっごく嬉しい。これからずっとこの指輪つけるから。またそれ以外にも同じ指輪を日常的につけていたという朝倉未来さんと小倉優香さん、さまざまな匂わせに交際を隠していない様子も伺え、二人が付き合っていたことは明確のようでした。ごめん、俺ら別れよう。そんな、なんで？俺近いうちに海外で生活しようと思ってるんだ。優香は海外にはついてきてくれないだろう。海外か、そうだね、海外には行けない。優香はまだ若いし、きっともっといい人がいるよ。今までありがとう。わかった、こちらこそありがとう。体に気をつけてね。その後結婚もささやかれていたお二人ですが、結局破局したようです。理由についてはそれぞれ公言していないため不明なものの、将来の方向性の違いだと言われています。続いてはモデルの他にもインフルエンサーとしても人気が高い水木さんです。実は私事ですが、この度結婚することとなりました。また今お腹に新しい命も授かっています。2024年1月に水木さんがこのような報告を SNS を通じて行いました。え、水木ちゃんが結婚？おめでとう。てか相手って誰なの？なんか一般人らしいね。朝倉未来かと思ってたよ。ああ、確かに昔朝倉未来と美月が付き合ってるって噂あったね。このように水木さんの結婚妊娠報告には祝福が送られるとともに、相手の男性が朝倉未来さんかと思ったといった声も多数上がったのでした。それもそのはずで、朝倉未来さんと水木さんには過去に付き合っていたという噂が存在するのです。すいません、僕のブランドのモデルになりませんか？ YouTube とかも始めてほしいんです。めちゃくちゃやりたいです。そんな朝倉未来さんと水木さんは朝倉未来さんの YouTube 内でのある企画で初めて共演し、そこから二人が一緒にいる姿を見ることが多くなっていきました。おい見ろよ、あれ朝倉未来がいる。え、マジ？うわ、ほんとだ。てか誰か女の子と一緒にいるね。彼女かな？どうなんだろう、でもやけに仲いいなって。あれってモデルの美月じゃね？美月って朝倉未来のブランドモデルの子だよね。あの二人って付き合ってんの？朝倉未来美月のことめちゃくちゃ気に入ってるって噂もあるし、可能性あるかもな。こうして仕事面でもプライベートでも積極的に水木さんに絡んでいる朝倉未来さんを見て、二人の交際の噂が浮上したようです。実は二人に交際の噂があるんですが、実際未来さんは水木さんに好意はあるんですか？そんな噂あるの？ぶっちゃけて言うと美月に好意はないですね。
まあでも俺に関わってくれる大切な人だとは思ってるけど。なるほど、美月さんはどうなんですか？私も恋愛的な好きっていう感情より尊敬できる上司の方が強いですね。そのように交際の噂が浮上していた朝倉未来さんと美月さんでしたが、実際は付き合っていたという事実はないようです。これについては朝倉未来さんの YouTube でお互いに否定していました。ただしお互いに信頼し合っているということは間違いないでしょうから、そんな二人の雰囲気に交際の噂が浮上したのかもしれませんね。続いては元フィギュアスケート選手で現在はタレントとして活動している浅田舞さんです。次の YouTube 企画はしご酒シリーズですけど、ゲスト呼びます？誰にしようか。インパクトがある人がいいんだよな。この人って感じの。あ、それなら浅田舞さんとかどうすか？浅田さん、妹の真央さんとブレイキングダウンよく見てくれてるらしいから、声かけたら来てくれると思うけど。浅田舞さんか、いいね、意外性あるわ。オファーしてみよう。このように朝倉未来さんと浅田舞さんの絡みを世間が知ったのは、朝倉未来さんの YouTube に浅田舞さんが出演したことがきっかけでした。今回は新企画のはしご酒をやっていきたいと思います。そしてゲストはなんと元フィギュアスケート選手の浅田舞さんです。浅田舞です、よろしくお願いします。おお、楽しくなりそうだな。そして YouTube の撮影が始まり、終始楽しそうな雰囲気が続いていたのですが、途中で朝倉未来さんと浅田舞さんの関係を噂されるようになる会話が繰り広げられるのです。てか二人って初対面っすか？まあそんな感じっすね。なんすかその感じ。初対面じゃないんすか？いや初対面だって。まあいいじゃんそんなこと、飲もうぜ。この会話とその時の二人の微妙な空気こそが、朝倉未来さんと浅田舞さんが実は付き合ってるのではないかとの噂が浮上した理由なのです。何今の。浅田舞初対面か聞かれた時めちゃくちゃ目泳いでたよね。怪しすぎ。朝倉未来も初めてなら初めてって言えばいいのに、なんでちょっと濁すんだろう。実は初めてじゃなくて裏で密会してんじゃない？動画の中でもいい雰囲気だったし。これは今後朝倉未来と浅田舞の熱愛報道もあるかもな。こうして交際説が浮上した朝倉未来さんと浅田舞さん、これ以外にも浅田舞さんは朝倉未来さんのことをみっくんと呼んでいたり、試合前に頑張れと DM を何度も送るなどしていたようです。しかし結局この YouTube 内以外で2人の報道が出ることはなく、交際していたかどうかについては不明のままです。ただお互いスポーツに精通するものとして感じることもあるでしょうから、今後2人の報告が聞ける可能性もあるのではないでしょうか。続いては美容系や食べ物系、恋愛にまつわる内容など多岐にわたる人気動画を投稿している女性 YouTuber の八田エミリさんです。エミリってさ、格闘家の朝倉未来と付き合ってるって本当？何それ、付き合ってないんだけど。そうなの？今エミリと朝倉未来が付き合ってるってネットで話題になってるよ。そうなの？全然だよ、連絡先も知らないし。なんでそんな噂が出たんだろう。このように朝倉未来さんとの交際が浮上するも、それを完全に否定していた八田エミリさん、なぜこのような噂が出てきたのか、彼女自身も疑問に感じていたようです。今回は未来さんへの質問コーナーとのことで、次の質問が、未来さんが可愛いと思う女性 YouTuber が誰ですか？八田エミリさんですね、ダントツで。八田さんですか。確かにめちゃくちゃ美人さんですもんね。八田エミリさんは外見が本当に綺麗。とある YouTube の動画内でこのように語っていた朝倉未来さん、そしてまさにこの発言こそ朝倉未来さんと八田エミリさんに交際している噂が出た発端なのです。エミリに朝倉未来さんとコラボ依頼が来てるけどどうする？朝倉未来さんですか？朝倉さんが動画の中でエミリの名前を出したことで付き合ってるってなってる噂が出たみたいだけど。この前友達が言ってた朝倉未来さんとの交際の噂ってこのことだったんだ。朝倉未来さんが八田エミリさんを可愛いと言ったことで、ファンからは八田エミリさんとのコラボを希望する声が多数上がったようです。
そしてその後、朝倉未来さん側が八田絵美里さんにコラボオファーしたと言われています。今回は朝倉未来さんがコラボをオファーしてくださった件についてお話しします。あ、エミリちゃん、朝倉未来とコラボするの？まずは声をかけていただいたこと大変感謝しています。未来さんのことは格闘技と YouTube を両立されていて本当にすごい方だと思っています。ですが正直なところ今はコラボの予定はありません。コラボしないんだ、どうしてだろう？理由としては今のミクルさんは私にとって雲の上のような存在で、今コラボしたとしてもミクルさんに何かメリットがあるのかなと思ってしまうんです。そうなんだ、朝倉ミクルのことも尊敬しながらコラボを断るの素敵な判断だな。このように朝倉ミクルさんとのコラボを自身の YouTube 内で否定していた八田絵美里さん、これに対して朝倉ミクルさんもアンサー動画を出していました。僕は下心とかなく、 YouTuber の中で一番綺麗なのは八田絵美里さんだと思ってて、今回のコラボも僕は彼女に声をかけていることを知りませんでした。そして別に僕自身は彼女とコラボしたいとか出会いたいとかも思っていません。ただ純粋に美人だと思っているだけです。こうして八田絵美里さんに対する思いを語った朝倉未来さん、今回交際の噂が出たのは朝倉未来さんが女性の名前を出すことが珍しかったということもあり、ファンが誇張して間違った噂が広まってしまったと考えられますね。続いてはブレイキングダウンに出場したことをきっかけに注目されることとなり、現在は格闘家と YouTuber という二足のわらじで活動している和田セリナさんです。うわー、本物の朝倉未来だ、すっご。君が和田セリナさん、空手で何度も賞を取ったって本当？あ、はい、そうですね。ただ諸事情があって空手はもうやってないんですけど。もったいないな、空手好きなんでしょ？そうですね。それなら俺が主催しているブレイキングダウンに出てみる？え、いいんですか？ぜひ出たいです。朝倉未来さんと和田セリナさんの出会いは、和田セリナさんが19歳の頃だったようです。朝倉未来さんから声をかけられた和田セリナさんは格闘技が好きだという気持ちもあり、チャンスが回ってきたと感じたようです。和田セリナいいね、やっぱあの子強いわ。だな、今回の大会彼女すごく目立ってるし、今後も期待できそうな気がする。よし、和田セリナと第二期生の契約をしよう。こうして出場したブレイキングダウンの大会内でその実力を見せつけた和田セリナさんは見事第2期生の契約をこぎつけたのです。今回は和田セリナと契約を結ぶ件で動画を撮影しました。いやー、ありがとうございます、本当に光栄です。これは契約しない手はないでしょう。なんて言ったってセリナは強すぎるから。ミクルさんにそんな風に言ってもらえるなんて本当に夢みたいです。だって事実だからね、セリナのポテンシャルは本当に高いよ。これからもぜひ彼女に期待してほしいですね。朝倉未来、和田セリナ、めっちゃ押すじゃん。なんかあるのかな？確かに和田セリナは強いけど、朝倉未来がこれほど褒めるのも珍しいよね。付き合ってんじゃね？実際めっちゃ仲良さそうだし。その可能性はワンチャンあるかもな。セリナちゃん、朝倉未来のことをめちゃくちゃ慕ってるのは間違いないみたいだし。このように動画内で和田セリナさんをベタ褒めしていた朝倉未来さんの様子を見て、二人の交際の噂がささやかれるようになったと言われています。セリナさんにとって朝倉未来さんとはどんな存在なのでしょうか？そうですね、一言で言うと神様のような存在でしょうか。こんなチャンスをくださって面倒も見てくださる上に格闘技も強いので憧れています。そうですか、ズバリお二人が交際しているという噂もあるようですが事実ですか？そうなんですか？それはないですね。ミクルさんのことは尊敬していますが恋愛感情とかはないです。こうして交際を否定していた和田セリナさん、実際別の動画でも和田セリナさんは好きな人はいないと語っていたことから、朝倉ミクルさんとの関係は噂に過ぎないと考えられます。最後は美人セレブ画家として知られているバビさんです。お父さん、何見てるの？ああ、朝倉ミクルの YouTube だよ。俺めちゃくちゃ好きなんだ。へえ、そうなんだ。面白いの？面白いぞ。お前も見てみろよ。気が向いたらね。そもそも
バビさんが朝倉未来さんを知ったのは、バビさんの父親が朝倉未来さんの YouTube をよく見ていたことがきっかけのようです。おい見ろよ、あれ朝倉未来だぞ。しかも女性と一緒だ、写真撮れ。おお、本当だな。朝倉未来、ついこの前小倉優香と別れたばっかなのに、もう新彼女か。そうかもな。これはいいネタ手に入ったぞ。あれ、でも別に男が一緒だな。なんだ、二人っきりじゃないのか。まあでも交際している可能性は全然あるからな。熱愛報道はできるぞ。そしてその後、朝倉未来さんとバビさんは一緒に食事をしているところをネットニュースに報道され、二人の交際がささやかれることとなったのです。今回のバビさんとの熱愛報道、何も言わなくていいんすか。いいよ、言うと逆にもっといろんなこと言われそうだし、実際バビちゃんとご飯終わった後はお前とずっと飲んでたし、やましいことないから。確かにそうっすね。じゃあ今回は何も言わないということで。ああ、今回はそんな大事にはならないと思うぞ。こうして食事に行ったのが二人きりでないことと、交際の確実な証拠もないことから、朝倉未来さんとバビさんの関係は噂止まりで終わることが予想されました。しかし意外にも朝倉未来さんとバビさんが交際しているという噂は広まっていきました。これにはいくつかの理由が考えられるのです。朝倉未来と熱愛報道されてたバビって人、元カノの小倉優香に似てない？確かに髪型とかスタイルとか雰囲気似てるよね。しかもあんな感じの子が朝倉未来はタイプなんですよ。そうみたいだね。前にもそう言ってたし。それなら今は付き合ってなくても、これから先付き合う可能性もあるかもね。確かにね。でも朝倉未来とバビお似合いだし、その報告嬉しいかも。その一つに、朝倉未来さんが過去に付き合っていた女性とバビさんの雰囲気が似ているという点が挙げられます。現に元恋人であった小倉優香さんは朝倉未来さんのタイプど真ん中のようで、その彼女に似ているということは、バビさんを新恋人として狙っていると考えてもおかしくはないですよね。実は心機一転、髪の毛をピンクから黒に染めました。ちょっとは大人っぽくなったかな。また噂が広まった理由のもう一つは、バビさんが髪の毛を黒く染めたことです。バビちゃん、髪の毛黒く染めたのってもしかして朝倉未来のタイプだから。確かにありえるな。バビちゃんが髪染めた時期もミクルと噂になったタイミングだし、やっぱ怪しい。これから二人付き合う可能性ありそうだな。このように朝倉未来さんとの交際を望んでいるから髪の毛を黒くしたのではないかと言われたバビさん、こうした理由から二人に交際の噂は思いのほか広まったようです。本人たちの口からは何も語られていないので事実は不明のままですが、今後何か発展があるのかもしれませんね。朝倉未来って何かと話題になってるけど、女性関係も結構いろんな噂があるよな。そうですね。朝倉未来さんはよく格闘家はモテると公言していますが、それは事実なようですね。まあ朝倉未来だからモテるっていうのももちろんあるだろうけどな、ビジネス面でも大成功を収めている朝倉未来のカリスマ性に魅力を感じる女性が多いのは納得できる。確かにそうですね。でもそれは女性に限らず男性にも言えると思います。実際朝倉未来さんのファンは男性の方が多いようですし、これからもあらゆる面で活躍を続けるであろう朝倉未来のプライベートも気になるところだな。